29日、スイス西部で国鉄の列車が正面衝突し運転士1人が死亡子どもを含む35人がけがをした事故で警察は運転士が死亡した列車とは別の列車の運転士が信号無視をしたのが原因である可能性が高いと見て捜査を進めています。地元のメディアにによりますすと事故が起きたた路線には衝突を回避するため 緊急時に列車を自動的に停止させる装置がありましたが、今回作動しなかったという見方が出ているということです。このため、今後の捜査では、運転士がなぜ信号を無視したのかとともに、自動停止装置がどういう状態にあったのかも焦点になりそうです。